夢十夜夏目漱石第一夜こんな夢を見た腕組みをして枕元に座っていると仰向きに寝た女が静かな声でもう死にますという女は長い髪を枕に敷いて輪郭の柔らかな売りざね顔をその中に横たえている 真っ白な頬の底に温かい血の色が程よくさして唇の色は無論赤い到底死にそうには見えないしかし女は静かな声でもう死にますとはっきり言った自分も確かにこれは死ぬなと思ったそこで「そうかねもう死ぬのかね」と 上から覗き込むようにして聞いてみた「死にますとも」と言いながら女はぱっちりと目を分けた大きな潤いのある目で長いまつげに包まれた中はただ一面に真っ黒であったその真っ黒な瞳の奥に自分の姿が鮮やかに浮かんでいる 自分は透き通るほど深く見えるこの黒目の艶を眺めてこれでも死ぬのかと思ったそれで年頃に枕のそばへ口をつけて死ぬんじゃなかろうね大丈夫だろうねとまた聞き返したすると女は黒い目を眠そうに見張ったままやっぱり静かな声ででも 死ぬんですもの、仕方がないわ、と言った。じゃあ、私の顔が見えるかいと一心に聞くと、見えるかいって、空、そこに映ってるじゃありませんかと、にこりと笑ってみせた。自分は黙って、顔を枕から離した。腕組みをしながら、 どうしても死ぬのかなと思ったしばらくして女がまたこう言った「死んだら埋めてください」「大きな真珠貝で穴を掘って」「そうして天から落ちてくる星の架けを墓印に置いてください」「そうして墓のそばに待っていてください」「また会いに来ますから」 自分はいつ会いつに来るかねと聞いた。「日が出るでしょそれから日が沈むでしょそれからまた出るでしょそうしてまた沈むでしょ赤い日が東から西へ東から西へと落ちていくうちに『あなた待っていられますか?』 自分は黙ってうなずいた。女は静かな調子を一段張り上げて、百年待っていてください。と思い切った声で言った。百年私の墓のそばに座って待っていてください。きっと会いに来ますから。自分はただ待っていると答えた。すると、 黒い瞳の中に鮮やかに見えた自分の姿がぼーっと崩れてきた静かな水が動いて映る影を乱したように流れ出したと思ったら女の目がパチリと閉じた長いまつげの間から涙が頬へ垂れたもう死んでいた自分はそれから庭へ降りて 真珠貝で穴を掘った。真珠貝は大きな滑らかな縁の鋭い貝であった。土をすくうたびに、貝の裏に月の光がさしてキラキラした。湿った土の匂いもした。穴はしばらくして掘れた。女をその中に入れた。そうして柔らかい土を上からそっとかけた。かけるたびに、 真珠貝の裏に月の光が差したそれから星のかけの落ちたのを拾ってきて軽く土の上へ乗せた星の欠けは丸かった長い間大空を落ちている間に角が取れて滑らかになったんだろうと思った抱き上げて土の上へ置くうちに自分の胸と手が少し暖かくなった 自分は苔の上に座ったこれから百年の間こうして待っているんだなと考えながら腕組みをして丸い墓石を眺めていたそのうちに女の言った通り日が東から出た大きな赤い日であったそれがまた女の言った通りやがて西へ落ちた 赤いまんまでのっと落ちていった。一つ、と自分は感情した。しばらくすると、またからくれないのテントがのそりと登ってきた。そうして黙って沈んでしまった。二つ、とまた感情した。自分はこういうふうに、一つ二つと感情していくうちに、 赤い日をいい。をくつ見たかかわらない感情をしても感情をしてもしつくせないほど赤い火が頭の上を通り越していったそれでも百年がまだ来ないしまいには苔の生えた丸い石を眺めて自分は女に騙されたのではなかろうかと思い出した。 すると石の下から蓮に自分の方へ向いて青い茎が伸びてきた。見る間に長くなってちょうど自分の胸のあたりまで来て止まった。と思うとすらりと揺らぐ茎の頂に心持ち首を傾けていた細長い一輪の蕾がふっくらと花びらを開いた。 真っ白なゆりが花の先で骨にこたえるほどにおったそこへはるかの上からぽたりとつゆが落ちたので花は自分の重みでふらふらと動いた自分は首を前へ出して冷たいつゆの滴る白い花びらに接吻した 自分がユりから顔を離す表紙に思わず遠い空を見たら暁の星がたった一つ瞬いていた「百年はもう来ていたんだな」とこの時初めて気がついた。